いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! ということで先週に引き続き、皆さんどんなアーティストが何を欲しがってるのかをお届けしたいと思いますので、 VTR 早速スタート。ではモノなどのお二人にお聞きします。まずアニスさん、プレゼントファンからもらって嬉しいものから教えてください。はい、何でも嬉しいです。はい、嬉しくないものはないです、とりあえず。本当ですか？じゃあ何か困るもの、ちょっと高価すぎるもの。さっきね、はい、何でも嬉しいとおっしゃってましたけれども、生き物とか犬持ってきたよ。あ、それないですね、今のところ。今のところないですけど、あったらあったで、まあどうにか、食欲だったら、なんか食べれるものだったら大丈夫です。ですって皆さん。では次、アリさんにお尋ねします。アリさんがもらって嬉しいものって何ですか？あ、すごい、何でもこうもらえるものは嬉しいんですけど、でも実は手紙ですね、一番嬉しいの。手紙。嘘だ。嘘と。いや、冗談冗談。ラブレター、皆さんね、アリさんにはラブレター、熱いラブレターをメッセージ書いてくださいと、困るものを教えてください。やっぱり、まあ、アニスの言った通り、あんまりこう高価なものだったりとかするとすごくこう悪いなっていうふうに思っちゃうんで、本当手紙だけで全然 OK っていう感じですね。ということで、モノラのお二人でした。もらって嬉しいプレゼント、もらってちょっと困るプレゼント、一人ずつ教えてください。いや、嬉しいものはやっぱ愛情ですかね。困るもの、困るものはね、高価なもの、気持ちが欲しいです、やっぱり。どうぞ。嬉しいものはお手紙とかですかね、やっぱり。困るものは分かんない、考えたことない。私はなんだろうな、なんか私のことを思ってプレゼントしてくれてるものは何でも嬉しいんですけど、困るもの、何ですかね。例えばね、こうやってフランスに来るわけじゃないですか、大きいぬいぐるみとかもらっちゃうと持ち帰るのは大変そうですよね。なんだろう、大きいものはすごい困るかもしれない。重たい、なんか鉄球とかね、ボーリングとか。この質問が困るよね。あ、確かに。私の質問が一番困らしちゃったぞ。嬉しいものですか？嬉しいものは入浴剤。入浴剤、はい。困るものか、なんだろうな。今までもらって困ったものとかありますか？え、もらっちゃったみたいな。なんか腐りかけてた手作りのケーキみたいなやつ。やっぱり生ものはね、大変ですね。大変ですよね。ぶち壊せ Break and Peace、 音もなく迫る闇、続けていきます。鳥を飾ってくださるのはガリの皆さんです。嬉しいものは、そうだな、まあ、写真でも何でも軽いものだったら、それは軽いもの。それはなぜ？飛行機で持って帰るのに楽だから。そうなんです。みんなね、多分フランスに住んでると分かんないと思うんだけど、重量制限がありますからね、あんまり重たいものを好きな人にあげるのはやめましょう。では、はい、どこさん、困ったもの。困った、もらって困ったもの、困ったもの、困ったもの、ね、もらったことがないから、困ったことがない。みんなでどこさんを困らせてみよう。で、直樹さん、今までファンか外国のファンで、外国でもらって嬉しかったものを教えてください。あのその時かぶっていた帽子をもらいました。はい、どんな帽子でした？麦わら帽子です。もらってかぶってあげた。かぶりました、かぶりました。それ嬉しかったんですよね。嬉しかったです。困ったものは何でした？困ったものは麦わら帽子です。ほんで、自分の趣味を押し付けるのはやめましょう。はい、じゃあ陽一郎、もらって嬉しかったもの。以前来た時に一緒に撮った写真とかを見せてくれると嬉しいよね。うん、嬉しいですね。じゃあ陽一郎、もらって困ったもの。困ったもの、いや、僕は
ファンの方からもらうものに困るものは何もありません。言いました言いました。私がちょっと早速困らせてみたいと思います。何をプレゼントするか、やっぱねリサーチしなきゃいけません。リサーチをしてちゃんと喜んでもらえそうなものをプレゼントしましょう。これね、あのただのグミじゃなくちょっと振ってゴム度を確かめて。硬い超好きなやつ。え、知らない、これ何なんですか。これはね、味がすごくいいんですよ。すごい偶然選びました。偶然の産物で当たりました。ちょっと開けて食べてみてください。あ、これが超うまいんですよ。これいただきます。ということでみんな、私がお手本に自分の好きなアーティストさんにプレゼントをいろいろ試してみてください。皆さん喜ばれるものをあげましょう。ということでふむねコンメブレガリの皆さんでした。